きますのは、311以降ですね、ずっと音楽の力で、戦っております不屈の民、チンタラムータの登場です。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。まさかね、こんな毎年毎年皆さんにお会いできるとは思いませんでした。皆さんに会えるのは嬉しいけど、こんな抗議行動なんかしなくていい人の中にしなきゃいけません。私たちがいつもやっているアメージンググレイスは単なる賛美歌ではありません。かつて奴隷をこき使って巨万の富を得た人がある日その愚かさに気づいて懺悔をする歌なんです。311が起きるまで私たちは原発の危険性を甘く見ていました。そしてあの事故が起きてしまった。人間は間違えます。でも間違いを反省してそこから学んで成長するためにこの世に生まれて、今みんなと共にここに生きてるんです。私たちは自らの愚かさを顧みるとともに見えない足かせでつながれています。そんな私たちの見えない鎖を解き放ちましょう。この日本の現政権はナチスに倣って政治を行おうと言ってます。ナチス政権下のドイツではベルトルド・ブレヒトという劇作家がその言葉を駆使してナチスに抗いました。ならば私たちもかつてナチスにノーを突きつけたこの歌で抗います。規定を作り我らを奴隷にする。だがもう決めた我らは奴隷ではない。掟を守らない。お前は憲法改悪で我らを脅かすだろう。けれど決めた人らしく生きるため何も恐れない。電力は余っていても原発はまだ動いてる。もうこんな危険な原発はいらない。今すぐ止めよう。お前は憲法改悪で我らを脅かすだろう。けれど決めた人らしく生きるため何も恐れない。
約束ごとは何も信じられない。だから決めた我らが望む世界を求め一つになろう。お前は憲法改悪で我らを脅かすだろう。けれど決めた人らしく生きるため何も恐れない。我らが本気だとお前にわからぬのなら、全ての原発が止まるその日までここに集まろう。レゾリューションというこの昔作られた歌がね、こんなリアリティを持って響くなんて、なんて私たち愚かなんでしょう。だけどここに集まってる人たちはクレバーです、賢いです、ちゃんと顧みて学んでます。愚かなのはあそこで働いてる人たちでしょ。私たちはずっと声を上げなきゃいけない。だけどきっと顧みて学んでくれるその時がきっと来ると思います。安倍さんでもね、希望を持って頑張りましょう。そして今日はね、ジッタラムータにスペシャルゲスト、梅津和時さんがいらっしゃってます。梅津さんも仙台出身でね、いろんな思い持っていらっしゃったと思いますけど、一言。3月11日って忘れません。原発のことは全く何も片付いていません。これずっと声を上げていきましょう。本当にいろんな不条理なことばかりで、この4月が3月いっぱいで自主避難者さんのね、補助が打ち切られるとか全く意味が分かりませんよね。みんなでね、支えていきましょう。本来はみんなっていう意味はその公っていうね、国っていうのをみんなで作ってるはずなんですけどね、全く好き勝手なことになっちゃってます。昔ですね、日中戦争が起こった時にある作家が銀座を散歩していました。その戦争のね、号外が出たそうです。その時銀座は静まり返って誰も一言も発しなかった、そういう静寂が支配されてたそうですね。多分人間として心理でね、あまりの不安に駆られるとみんな黙り込んじゃうと思うんですけどね、こんな、沈黙はね、二度と続かせないようにしましょう。みんなで声を上げていきましょう。
自主避難者の権利を守りましょう。子供を守ろう。大地を守ろう。海を守ろう。地球は人間だけのものじゃない。ありがとうございました。ありがとうございました。多くの渡る小暮みわぞ、服部夏樹、そして梅津和崎、ジンタラムータでした。